どうも、しねこです。今回もフリーゲーム、デトロイト8リクエストやっていきたいと思います。パート44ってことで、前回の続きからになります。前回ですね、サブさんが、まあ、このね、お店の、まあ、店長になりましたということで、でですよ。まあ、店長になりましたと。で、まあ、一応このお店に、まあ、置くデトロイト自販機を、まあね、まあ探さないといけない感じなんですけど、まあ、かけらをね、集めたら、まあこの店に、自販機が戻ってくるよって感じなんですよ。で、今、まあ見ての通りなんですけどね、かけらがそんな集まってないような感じがするんですよね。ところなので、かけら集めの旅プラス、一旦、自販機食堂にね、戻ろうってことだったので、まあ、今回は、まあ、自販機食堂にね、まあ、行ってみようかなと思います。では、レッツゴーですね。お店の名前忘れちゃったな。何だったかな？あ、オートインサブ川口店ですね。よし、では、車で、俺の足らこれに乗って旅立ちますか。行ったことある、行ったことがある場所へ行く。オートインじゃなくて、あ、ちゃんと、あ、なんか、どこ行った？どこ行った？どこ？ここはどこだ？どこだ？どこに行ったんだろう？とりあえず、自販機食堂に行きます。どこに行ったんだろうな。到着でーす。自販機食堂でーす。大丈夫かな？無事かな？待って、俺はトッツだが、あんたと争う気はない。あんたに一つだけじゃない一つ伝えたいことがあってな。トッツだよ。お、何？ここよりはるか北西にケルン高崎という店がある。もともと俺たちはある店を占拠しに行ったんだが、なんとそこは、あまりの難しさで、ゲーセン業界から一瞬で切り去ったデスのデッドゲームが入荷していたんだ。おお、あまりの難しさ、何？そんな難しいのあるのかい？ちょっとした気持ちで、そのゲームに手を出してみた、見たものの、どうしてもクリアできなくてな。今や、店の船長、そっちの、待って、そっちのけで、ゲーム攻略に夢中になってんだ。おっと。おお。あなたはデトロナイトだし、デトロゲームは守備範囲か。デトロゲームにも詳しいようなら、ぜひ力を貸してほしいんだ。ゲームがクリアできたら、あの店から手を引いても構わない。もちろん、社長にはなりそうぞ。お、ケルン高崎は、ここから北西、オレンジハットモノ店の左に進んで橋を渡り、上に向かった先にある店だ。あの力へ、デスノーチって、鬼畜ゲームをクリアしてくれ。ケルン高崎ですね。どこ？北西。群馬サンリア。北西。奥な、奥、奥ってことな？俺、モロテンの、あれ？モロテンの北西、東西やから、まあ、左上ぐらいにあるのかな思ったけど、あれ？あるあるある、ありました、ありました。遠いね。意外と遠い道のりだね。わー。ちょっと、まあ、次回ぐらい行っちゃおうかな。行っちゃおうかな。今回は、まあ、自販機食堂なのでね。おーほーほー。なんかいい情報、なんか聞いてましたね。さあ、戻ってきたよ、自販機食堂。あれ？キーパードなって大丈夫？入れる？入れるね。入るね。到着。さあ、皆さんは無事かな？会えるかな？よかった。よかったですよ。もう、すっかり忘れてるかもだけど、こよりし、記憶喪失って言っただろ？だから、ありとある手段で調べてみたのだけど、
どうにも小百合氏の情報がこの世界中のどこを探しても見つからないんだよ。いかに小百合氏が下等人たちの巫女とはいえね、人の子であるならば、もともとの生まれ育ちに関する情報があるはずさ。戻れたことにそれが全く見つからない。おーおーおー、ミッシングなミステリーだね。これは迷子というか記憶喪失というか、そういうレベルの話じゃない。おお、まさか友の会の情報網を駆使しても全く引っかからないなんて、これは一体どういうことなんだろう。小百合氏、君は一体何者だい。何者なんだろうね。いや、東池、自分でもわからないから答えようがないよね。我ながら意味のない質問だった。うむ。あれ、あの人は。この人か。よかった、よかった。福原さん、よく思いになりました。向方会長、サブ様、小百合様も、右往直接ありましたが、ご無理な、ご様子で何よりございます。うん、心配してくれてありがとう。鼻がかゆい。俺がトレンディー化引き回った時は本当に迷惑かけた。盗まなかった。獅子の目、獅子の、獅子の目、獅子の見方を考えるに十二分にあり得ることでございました。それに対応できなかったのは私めのオチルでございます。サブ様が気にされる必要など全くございません。むしろ友の会の者たちにとっていい訓練になったと考えております。そう言ってもらえなら少しは心の荷が軽くなるぜ。そしてダムロ君、君を友の会に迎え入れることができてとても嬉しく思います。噛みましたね。噛んでやったね。とても嬉しく思いますよ。あ、そうかそうか、あの初対面なのか。いやー、ふくらしい、噛みましたね。ふくらしい、何とも不思議な縁もあったものだね。俺自身とても驚いてるよ。時過ぎ台は同様であり、その後はデリスタンスに分かれて敵対していた者たちが、またこうして同じ場所で同じ目的のもとに集まれるなんてね。まあそうかそうか。まあ当時その時はまあ同じね、まあ同じ目的でね、あれして、でデリスタンスで分かれて、でまたまあでなんだ。盗んだ間ありがとう、福良さん。さて、これからのことなんだけど。そうだよね、どうしようか。はい、そうおっしゃると思い、情報を集めておきました。何を確認されますか？トッチスの動向について、未開放のオートバーナーについて、ジランチのかけらの場所について、ちょっと待ってよ。まあ、まずは、トッチスの動向聞こうかな。お、何？おお。さて、皆様の ご活躍で、当日の3人の幹部はやたおれ、ナムロ君も我々の同志となってくれました。これにより、表立った侵略行為は影を潜めたようです。だからそうだね、まあ、4幹部はもう実質、もう、まあ、なくなったよと。しかし、気になることが一つ。当日の本社にて、大規模な建造物の 建設が、確認されたこと、とのことでございます。建造物だと、そいつは一体なんだ、何なんだ。形状から察するに電波塔のようですが、詳細までは不明でございます。電波塔ね、なんだかいらない予感がするわ。怖いね。なんか電波ショックとかなんかなんのかな。怖いね。確かにな、今まであれだけ選ばれたと暴れていたトッツが黙ったものとも思えねえ。絶対に何か浮かないことを考えてるの気がない。ちょっとおじさん、そういうことを言うと絶対に、わあ、なになになんだい、緊急事態発生、緊急事態発生、めっちゃエマゲンジよ。
ちょっと怖いよなんで、ちょっと口なんとかちらつめよとか思っとったんだよ、この後。この後さ、空来た。変なフラグを立てるのやめてくれ、やめてくれよ。くれよ。今の、俺が悪いのか？まあ、だいたいね。男同士で仲良くじゃれってる場合じゃなくてよ。アラミ、トキスの襲撃よりも、デンジャラスなことが起きてるかもしれないわ。さっさと外に出て何が起きるか確認してやがれですわ。トキスの襲撃よりも、デンジャラスなことだと？それは一体何？とにかく、外に行ってみましょう。なんだ、怖いよ。ちょっとディアンティの鍵集めさ、お？何？え？何？誰？ん？お前らは、トキスの連中でもないようだし、この店の客か？客？お客さん？でも、友の会のメンバーがやられてるわ。何が起きた？何が起きてるの？お、他のやつも出てきたぜ。一応、ビビらしてやるぜ。どうした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 何？何なんだって？うわぁ、行くぜ。え？何なんか投げた。わぁ、ディアンティ力道が。よっしゃぁ、こいつはすごいぜ。何やってんの何？一体、何が起きたんだ？よーし、じゃあ私も、え、一般人さん、B さん、何食堂が攻撃されてる。何これすごい。これがトレンディの力ってやつなの？誰トレンディ使えるんだい？ちょっとあなたたち、一体何をしてるの？え？何って知らないのか？これがトレンディの力なんだぜ。やめ。何仕事か。なんという万能感なんだ。こいつやばいぜ。トレンディ最高。なんだこいつら。トレンディを使ってるが、トツには見えねえぞ。どういうことだ。だったらどうして一般の人がディランチ食堂を攻撃してるの？何が起きたんだ？洗脳されてるの？それに、何の訓練もなしにトレンディを使ってるみたいだ。これは笑えないね。どういうことだい？おじちゃん。なんだ教えてくれ。考えるの後だ。とにかく止めねえと。おい、やめろお前ら。どうして、どっちでもないのに、ディランチ食堂を攻撃すんだ。待って、リーさんもいてるの。トレンディかどうかなんて、関係なくね？だって見てくれよ。トレンディの力が使えるんだぜ。すごくね。E さんもいてたよ。5人もいてるよ。私たちは選ばれた人間なの。このトレンディの力、とても足りるわ。一体何言ってるんだかわからないが。とにかく、こんなものは寄せ。あ、うそだよ。おっさんは黙ってろ。おっさん。そうよ。これから私たちの時代なの。俺たちにサッシーズするんじゃねえよ。お前こそ引っ込んでろ。選ばれた人間である私たちに逆らうって言うなら、トレーニーの力、見せつけてやる。一般に声すんのは怖いよ、嫌だよ。こいつら。なんだか知らんが、ちょっと悪さが過ぎるようだな。こうなったら、きつーよしよきよ。え、おう、なになに。え？もう、だよ。ってなったよ。え？トレーニーの力が消えた？あれ？あれれ？おかしいわ。急にトレーニーの力が使えなくなった？おお、一体何が？俺のトレンディの力が。今度は急にトレンディの力を失った？一体何が起きてるって言うんだい？いやー、皆さん、大変です。すぐにテレビをご覧ください。
どんなと？テレビ？福原さん、一体どういうことなんだ？教えてくれよ。教えてくださいよ。おお、この放送をご覧の方々、私はトッティスの社長、セントワタルである。トレンディーという力、力じゃなかった。トレンディーという万能の力により、世界に革新をもたらさんとするものである。先ほど、ある実験を行い、一時的にトレンディーを不特定、部分、もう開幕ますね。不特定の方々に与えさせてもらった。トレンディーの力を、行使した者たちを、者たちじゃないね。方々だよね。どうであったらどうか。心身ともに体がみなじり、力がみなじり、自身のポテンシャルを軽く、痛感じゃないな、すごいね、すごい力がなんか、出てきたよねってことだよね。できたのではないだろうか。この力があれば、人間は、さらなる次元に上がることができるのだ。私はこのトレンディの力を全ての人々に捧げたいと考えている。社長。しかし、それには一つ条件をつけさせていただこう。その条件とは、この世に、不必要な存在があることを理解している者に限る、という一点である。もしかして、不要な存在とはすなわち、デトジャンキ。それを扱う店舗。それを愛し、守ろうとする者。守ろうとするたち、者たち。世界をよりよく導こうとするトッティスに、歯向かう愚かな存在。それが、レジスタンス、デトジャンキ友の会。人間の過去信用を育む、愚かな者たちである。名前が出てきちゃった。この世界に不必要な存在があることを理解し、それを排除しようとする賢い者たちには、トレンディの力がもたらせることになるだろう。こんな放送されたらもうあれだよ。もうすべての人たちがなんか来ちゃうよ。自販機食堂に。怖いよ。巨大な塔が見えるだろうか。これは現在建設中のトッティスタワーである。先ほど、このタワーによりトレンディ電波を飛ばし、不特定多数の、方にトレンディの力を授けたのだ。そして、トッティスタワーが完成した暁には、全人類にトレンディを授けることが可能になる。私の考えに賛同できる者たちは、トッティスタワーが完成するまでに、レジスタンストンボを、阻止、なんだ、阻止しかな。レトロ自販機やオートパーラーを破壊するのだ。排除？じゃあ、排除じゃないな。人々よ。古き思いにと、囚われる賢き人々よ。共に、トレンディの力で、より高次元の存在になろうではないか。すべてはトレンディのために、そしてデトロ自販機に滅びあれ。私はトッティの社長にして、トレンディより人々を高次元に導く存在、セントアダルである。やばいよ、そんな放送が。画面が暗くなります。すいません。はい。なんて真似をしやがるんだ。完全にやだわね。まさか、こんな強行手段でいるなんて、私の見通しが甘かったわ。さて、この店を襲ってきた人たちは、トッティスタワーから一時的にトレンディの力を与えられたってわけだね。まったく、ラン先生も程がある。未完成でも、あれだけの影響があるんだから、本当に完成してしまったら、それこそ、ゲートリハンティやオートパーラーの終わりじゃねえか。そんなことは絶対に許さん。許さないと言っても、
具体的にはどうするんだい？そんなもん決まってだろ。トッチスタワーが完成する前にトッチの 本社へと攻め込んで決着をつけてるぜ。ま、あんたらしいね。それでトッチス本社の場所は知ってるのかい？あれ？知らないな。だって前言ったのはまあ、トッチス第三上院で、まあ上院だからね。トッチスの本社っていうのはどこにあるんだ？やっぱり東京か？はあ、やっぱりこんな時に笑わない冗談をしてくれよ。カズさん、このおじさんに教えてあげな。おー、トッチスの本社、それは茨城県霞ヶ浦市。茨城県？トッチスの本拠地って東京じゃなかったのか？本社の場所はかつて私たち家族が、総理じゃないな、まあ住んで、あれだね、まあ思い出のあるって感じだな、にしていたオートパーラーがあった場所で、当時暗記に憎しみを覚えたお父様はそこを破壊し、トッチスの本社を落ち着けたの。それが茨城県の霞ヶ浦市か。そこに行けば社長と決着をつけられるわけだな。ですが、トッチス本社に行くには千葉県を抜ける必要がございます。道中では千葉県で唯一デトージナーキラツカ店を通らなければなりません。そのお店の名はオートパーラー里屋。本社にほど近いオートパーラー里屋はトッチスにより早い段階で占拠され、今は要塞化されているのです。オートパーラー里屋がトッチスによって要塞化されてたけど、されてたと？トッチスめ、なんてこと。トッチスの本社に向かうためにはオートパーラー里屋の奪還が必須ね。だけどあそこにはかなりの戦力が集中していると聞くわ。奪還作戦は今までで一番大きな戦いになるはず。だけどこのままトッチスを放っておけば日本中、いいえ、世界中の人がトレンディー化してしまう。そうなればお父様の思うツボ、友の会の総力を上げてオートパーラー里屋を奪還するわよ。かしこまりました。では私が決戦の準備を整えておきますので、皆様はオートパーラー里屋へお迎えください。そこでお付き合いましょう。またアイテムの大切なものから関東の地図を使えば千葉&茨城エリアの地図を確認できるようにしておきましたので、ご確認を。おお、新たな地図ですね。そして友の会の自立班にいて、勝田会長の特技、バイオブラスター、アセットブラスター、フラッシュビーム、サンダーカノンのパワーアップをさせていただきました。千葉、茨城方面の地図として、決戦に向けて、お役立てください。ありがとう。それではまずは、オートパーラー里屋を奪還するわよ。その後は、トッチスの本社へ乗り込み、人類トレーニング計画をぶっ潰す。行くぜ、みんな。おー、さあ、オートパーラー里屋ですね。では、地図確認しましょう。ガンドの地図、千葉&茨城エリア、画面が暗くなります。すいません。はい、では、やっていきます。地図ですね。オートパーラー里屋があって、あ、下か。あれですね。まあ、川口店から行っての下なんだね。大鳥サブ川口店。下は、あ、終わり。行き前しかないんだね。だから、この場合は、なんか、見えてない地図あるんですけど、まあ、多分、大鳥サブ川口店からビーって右行って下行って、なんかどっか抜けてから、あれなんかな。だから、まあ、オートパラ里屋、なんだ、トッチス要塞に、まずは向かわないといけないのかな感じですね。そこから、ビーって行った後に、トッチス本社が待ってるよって感じですね。
ということで、一応、まあ、目的地としては、まあ、オートパーラ里屋を目指しましょうって感じなので、次回のパートはいろいろ準備を進めていこうかなと思います。ということで、今回のパートはここまでにさせていただこうかなと思います。では、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。